どうも、エダッチです。今日は山口県柳井市の琴石山に登ります。今回は縦走をしてきます。それでは命大事に行ってきます。琴石山は古くから名山と言われ、山口県の自然百選にも選ばれています。中腹にある2本の山桜は県内でも有数の巨樹。この満開の山桜の下で篠笛の山桜という曲にチャレンジしてきました。お楽しみに。登山口まではね、結構アプローチが長いです。こういった民家の間をね、しばらく歩きます。はい、琴石山登山道 3.8 キロ、そして巨樹山桜、はい、看板です。まあ標識もしっかりしてますね。はい、ここで一旦道路を渡って標識に従います。確実に近づいてきてますね。すごく綺麗な桜ですね。すごいね、ピンクとか赤とかね。これなんていう桜なんでしょうか。はい、民家を抜けました。登山口はもうそろそろね、近いです。お、登山口にたどり着きました。よしはい、ここがね、登山口です。二手に分かれてますね。こっちに行きますと、割と険しいだけど楽しい登山道ですね。で、こっちに行きますと、まあ車道ですね。今日見たら山桜がね、こっちにありますんで、僕はこっちに行きます。この車道をしばらく上がって、まあ、途中でね、あの山道に入る、そういう感じだったと記憶してます。15度ですね。まあこの時期にしちゃ割と低い方ですね。で、お天気がね、今日はもう晴れって聞いてたんですけどね、あいにくの今曇り空です。まあ晴れるでしょう。竹林ゾーンに入りました。いや、いろんな表情が見えてね、いいですね。なんでもあの北海道にはね、この竹っていうのはないらしいですよ。北海道の方見てくれてるとね、嬉しいですね。竹ですよ北海道に竹がないってことは、竹の子は食べないんでしょうか。北海道の方は気になりますね。はい、標識が見えてきました。岩に張ってありますね。で、左に入りますと登山道になります。はい、こういう感じですね。やっと登山道に入りました。長かったな。まあいいウォーミングアップになりました。ちょっとゴツゴツとした石がね、多い道になってます。いやー、選挙がうるさいですね山の中ってもバンバン聞こえます。山桜の看板が見えてきました。これですね。ほら、見えてきました。こんな感じです。まあ満開とは言えないんですけど、十分咲いてますね。でかいです。それじゃあ次のね、山桜1の方かな。1で合ってるね。1だ1だでは次の山桜1に向かって出発します。琴石山はね、僕の中の三大低山の一つなんですよね。まあ一つが前回登ったね、白滝山なんですけど、初めて登ったのは2011年の3月でしたね。山頂からの景色にね、ものすごい感動した覚えがあります。僕は山を好きになるきっかけになった本当一つですね。おっと、看板出ましたね。山桜2へ。おっと、これもでかいぞ。全然咲いてないですね。釣ったんかな、わかんないな。山桜見に戻ってます。
山桜エチがね咲いてないから今選挙がね静かになっとるけ、今のうちに吹きます。なんとか一曲ね吹き切りましたいやー、もっともっと修行が必要ですね。なんか手が冷てえな、動かしにくいなと思ったらね、気温見たら12度です寒いわ。先週登った白滝山はね22度ありましたから、あったかかったけどな、急に寒くなった。山桜一に戻ってきたよ。うん、散るにしちゃ早いでしょ。今から咲くんでしょうね。開けました。すげえ眺めいい。いや、やっぱいい山だ。さすがキングオブ登山の一つ。はい、琴石山登山道600メートルですね。こうつづら折りに登っていくような感じなんでしょう。うん、まあ段差もそんなにきつくないしね、ゆっくり登れば何の問題もない。頂上に近づくと段差がきつくなります。いや、やるねいや、これやっぱすげえな。一段と坂がね角度増してきた。ということはですよ、頂上は近いってことですから、いやー、めでたい。もう着きますよ。今年は最高。いやー、すごいいい眺めだ。ほんと頂上は目の前ですね、間違いない。カバー見ました。今年山登頂しました。もうご覧の通りね、素晴らしい瀬戸内海の景色が広がっております。あれが大島ですね。大島の橋が見えますね、はい、では三ヶ岳に出発。なんとかお天気さんもね、まあ晴れそうにないけど、まあ降ることはないんじゃないかな。うん、結構風がね冷たいんですけど、まあ、このジャケットですね、まあ透湿性も抜群なんですけど、あの防風性もあるんで、風の冷たさをやっぱ防いでくれますね。魔法のジャケットです、これ。ほんとねおすすめです、マジで。まあ、めちゃめちゃ歩きやすい重走路ですね。トレランでもできそうですよ、マジで。海が見えるしね。2月の笠戸島を思い出すな。いや、いいね。三ヶ岳の山頂が見えますね。だいぶ近づいてきました。まあアップダウンを繰り返しながら、今確実に標高を下げてますね。ビンビンに下ってます。ってことは後ほどビンビンに登るってことだな。知ってる知ってる。もうとにかくですね、とにかくね、もう歩きやすい。本当にめちゃくちゃいいわ。ただ気温がね、10度になりました気温が下がってます標高も下がってるんですけどね。
おかしいな。道路が出てきましたね。これが三ヶ岳林道だっていうことですね。はい、琴石山から今ぐーっと来て、ここですね。で、三ヶ岳の山頂に行ってきます。上に上がりますね。確か最後に縦走したのはりょうくんと登った2013年ですから、6年前ですね。まあ6年前の記憶なんであやふやですけどね。しばらく林道が続くんじゃないかなと思ってます。いや結構あるな。まあのんびり歩けばね、全然苦にならないですね。うん、看板が見えました。こっから三ヶ岳に登りますと。この上が山頂ですよ、三ヶ岳の。気持ちいいな、マジで。いいね、着きましたね。三ヶ岳登頂しました。今回はシンプルにカップヌードルです。本当はねモンベルさんのリゾッタでねリベンジしたかったんですけど、ちょっと水が多かったかな。やっぱ水が多すぎたな。ちょっと発想が間に合わなくて多分今頃家に着いてます。登山始めてね9年ぐらい経つんですけど、山の上でカップヌードル食べるのは初めてかな。いや六甲全山の時に食べたぐらいですかね、カップヌードル。全身何かがね走っとなんかすごいのを感じる。じゃあいただきます。うまい、いいね、あ、いい。ローソンのレーズンサブレです。僕はこのラムレーズンってのがねもう大好きで目がないんですよ。わー、うまい、あーうまい。ああ興奮した。おすすめです、マジでマジで。で、あの気温がですね20度ですね。いや本当にあったかいです。この三ヶ岳の山頂風もないし、ポカポカも春のご陽気になりました。あ、ちょうどいい、うん。でこれからですね大志山っていう方にねまあ下っていくわけですよ。まあ下山していくんですけど、こっから本番です。まあ6年前にりょうくんとまあ登って名前つけたんですけど、柳井キレットってのがあるんですよ。今すっごい歩きやすいね縦走路だったでしょ。うん、のんのんのん。こっからね割とアドベンチャーしてます。これを楽しみに。やっ、はい、それでは次の大志山に向けて出発します。先ほども言った通りね、柳井キレットっていうねものすごいアドベンチャーゾーンがあります。僕も久しぶりなんでねワクワクしてます。今のところまだ平和な縦走路が続いてますね。いつ柳井キレットが牙を向いてくるんでしょうか。わあ、ここから開けましたね風景が。お待たせしました、こちらが柳井キレットでございます。こんな感じです。
よし。いやー、柳井キルットでした。荒々しいですね。柳井キルットでした。いや、正直拍子抜けしました。やっぱりね、剣岳、槍ヶ岳といろいろね、経験値を積みましたから、なんか柳井キルットがちっちゃく見えてね、ちょっと寂しかったな。これが人生だ。前に進もう。稜線から外れまして、順調に下っております。非常に歩きやすい道になりました。これまた可愛い花を発見しました。なんかね、ミヤマキリシマっぽいですね。うわー、ちっちゃくて可愛いです。まあ、ミヤマキリシマはここに咲かねえもんな、多分な。もし分かる方いらしたら、ぜひコメントお待ちしております。はい、池にも見ましたね。竹林ゾーンがやってきました。もうだいぶ降りてきたってことなんでしょうね。出ないの町が目線の高さになってきましたね。標識が見えてきましたよ。大志山の山頂かな。三ヶ岳2キロですね。おっと、入りましたね。おじゾーンでございます。おじゾーンでございますよ。山頂はどこ？こっちですか？あるのはね、お地蔵さんばっかりでございます。ないなぁ。さっきの銀の看板が山頂かな。地図を見てみます。山っぽの地図も大志山に来てると言っております。いや、しかしこの大志山は白滝山よりもさらにお地蔵ですね。いや、もう数が半端ないです。この間隔がすごい狭い。お地蔵さんの、うわ、いっぱいあるな。ここはあれですね、スーパーお地蔵ですね。あ、ちゃんとね、四国88箇所のお寺の名前が書いてありますね。もう僕どうでしょうのね、四国88箇所大好きですから、お寺の名前はだいぶ覚えております。おお、第50番札所のハンタジーがあります。50番ハンタジー。おい、こんなこと。はいはい。おい、いや、懐かしい。いや、これありがたいね。最後にここに降りてくるのありがたいでございますね。いやー、着きました。第88番、大久保寺。まあ、ケチガンするつもりで来たわけじゃないんですけど、このお寺の桜がね、またすっごい綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。わあ、もう満開ですね。いい時に来たな。ああ、綺麗。登山道はこれで終わりなんですが、今回の登山はピストンじゃありませんので、登山口に戻らないといけないと。これが結構あります。まあ、地図で見ると、はい、こんな感じですけどね。柳井駅に出るんですよ。で、柳井港駅までね、一駅、電車に乗るっていうのも、これ、一つの、まあ、案ですよ。電車に乗ってみたいな。もう何年も乗ってないし。電車に乗ります。はい、登山口まで降りてきました。ね、こんな感じですね。電車に乗ろうと思ったんですけど、やっぱり歩きます。だってこれ、ウイニングロードですから。ほら、今日歩いてきた山が全部見えますよね。やっぱこれ見て帰らないと、危ないとこでした。勝利の道を自ら手放すところでした。6年前はね、スマホもなかったし、エマップもなかったんでね、便利な時代になりました、本当に。
古墳が見えますね。あれが茶臼山古墳で、目の前にねトンネルが見えてきました。茶臼山古墳でしたね。行きませんよ。トンネルの中を歩いてます。もういつぶりかわからんですね、トンネルの中を歩くって。この反響音がすごいですね。あ、そんな長くなくてよかった。おいでね、もうちょっと行ったらね、右に行くと、まっすぐ行かずにこっちに行くということですね。間違いないですね。もう最短距離で歩くなら全然ありですね。重曹もね、スマートフォンとエアマップに感謝ですね。ありがとうございます。助かっております。着きました。はい、今回も無事に下山することができました。エアマップのデータはこちらになります。はい、詳細は僕の活動日記を参考にしてください。あ、今回の琴石山、さすがにねキングオブ低山の名に恥じないいい山でした。参考になったなとか楽しかったなと思ったら、ぜひ高評価ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもねたくさんくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。いい山でした。